九州の北西部に浮かぶ長崎県平戸市壱岐島。ここでは毎年9月から10月にかけ、北風に乗ってやってくるトビウオの漁が行われます。トビウオのことをこちらではアゴと呼んでいます。丸井水産商事では、毎年ここ壱岐島に水揚げされる新鮮なトビウオを使った焼きアゴ作りを行っています。